けよ。あ、ついた、ついた。こんにちは。お仕事前に配信をしました。ゲリラです。今日は夜がちょっと難しいので、ちょっとゲリラで配信をしました。おはようございます、こんにちは、こんにちは。昨日はST48 ファーストアルバム懐かしい明日発売記念イベント、イオンモール幕張新都心ありがとうございました。モーくんハート、バイノミさん、ユキさん、トシキさん、ヒロシ BKK さん、真空圏さん、オリクさん、氷漬けバラ、トシヤさん、バラ、オリクさんハートありがとう、エイランチさん、氷漬けバラありがとう。みんなお昼ご飯中かな、お昼休憩とか食べてるかな。カツボさん、オリクさんハート、真空圏さん、だるまありがとう。めちゃくちゃ暑かったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。マーシーさん、氷漬けバラありがとう。昨日は本当ミニライブに特典会の、グループショットと握手会ありがとうございました。こんにちは。今新潟、新潟すごいね、移動がすごい。こんにちは、皆さん午前中のお仕事お疲れ様です。ちょっと空は10時ぐらいに起きました。昨日最終の新幹線で帰ってきて、もう家着いたら12時半とかだったんですよね。もう12時半超えてて、そっから二ほどきしてでしてたので、もう寝るのが1時2時とかだったんですよね。でそっから、まあ、ちょっと体がバキバキだったので、もうベッドに入ったらもう秒で寝ちゃいました。こんにちは。ね、昨日はもう本当楽しかったです。やっぱグループショットとか握手会があるということでね、普段こうお話できない、こうまいちゃんとさやかりのファンの方ともお話ができたり、あのサーヤン、アイコジ、パセのねファンの方ともお話ができたりと、とても楽しかったです。もみさん、氷漬けバラ、あーちゃんハートありがとう。こぎつねさんハート、もちあださん氷漬けバラありがとう。昨日嬉しすぎてやばかった、本当によかった。でも昨日恋人つなぎでしてくださる、もともとこうやって来てくださった方にはもちろんいつも恋人つなぎしてるんですけど、あのこう恋人つなぎで来てない方にも、あのちょっと空葉推しの方にはできる限り、恋人つなぎがちょっと嫌そうな方はもうこうやってやったりしたんだけど、恋人つなぎ大丈夫そうな方と恋人つなぎした。みんななんか恋人つなぎでも空がしようとしたらなんか戸惑ってた可愛かった、なんか戸惑ってましたね。釣り吉さん、氷漬けバラとタコありがとう。日の光さん、氷漬けバラ、釣り吉さん、氷漬けバラ、ひろくさんハートありがとう。ね、嬉しい嬉しい、好きが高まりました。もういつもいつも高めててください。もうずっと高い状態でいてください。女のとっくんさん、ホイト、しんちさんハート、アスパナさん氷漬けバラ、愛知のひろゆきさんハート、たけさん、パリピバブルありがとう。ステージのそらはちゃん、動きが大きくてパフォーマンス良かった。嬉しい。昨日自分の中では全力で踊ってたんですけど、でも足とか上がってなくて、なんかもう熱すぎて体力が大変だったんですけど、でももうめっちゃ歌って踊って、昨日できるっていうか今できる力を全部出し切ってパフォーマンスしました。
皆さんすごい日が当たるすごい暑い中だったんですけど、ありがとうございました。本当にこんにちは。連番した取引先の人もそらはんの圧感じてくれてそう嬉しかった。名札つけてね、なんだっけ、ボードみたいの持ってくれてて嬉しかった。お疲れとか頑張れとか優しかった。誰が一番気になったんだろうな。そう、両手いろんなつなぎ方あるからね。なんか握手したくないって方も中にはいらっしゃったから、最後ハイタッチとかでその方々に一人の方に合わせた。帝国さんハートありがとう。全力でライブ楽しみすぎた。でもやっぱライブは楽しんでいただけたら一番空的にもっていうか、もうみんな的にも嬉しいので、楽しんでいただけたらもうそれは大満足です。こんにちは。北斗の高さん氷漬けバラありがとう。昨日楽しくて一日ずっとニヤニヤした。ほんと？ニヤ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 。さらに追加で広島でもリリーベやった。ねえ、リリーベしたー。まあ、リリーベってかもうリリースされて1ヶ月経っちゃったんですけど、もう1ヶ月以上、もうほぼ2ヶ月みたいな感じなんですけど、もうちょっとで。でもね、こうやってリリーベっていう発売記念イベントだったらさ、握手できるからグループショットとか、まあ、少人数だったらグループショットとか撮れるし、握手できるから、ね、やりたい。こんにちは。マーシーさんハート、まゆちゃんパリピバブルありがとう、グッドラックさんレインボースターありがとう、そらはちゃんのことしか考えられなくなってます。嬉しい。もうそらはのことしか考えなくてもう大丈夫で、もちろんお仕事のこととかもあれだけど、こう誰かのことを思い浮かべるってなったら、もうそらはのことだけで十分です。そらはだけ。こんにちは。マーシーさんハートありがとう。昨日は暑い中のリリーベありがとうございました。いやん、こちらこそです、ありがとうございましたね。それこそ私たちは屋根があったりとかしたんですけど、まあ、皆様のところにはもちろんね屋根がなくて、もう本当に汗だくになってる方もたくさん いらっしゃったし、朝早くからやっぱり CD の予約っていうか販売とかでね、早くから並んでくださったり、整理券のために本当にありがとうございます。クックさん氷漬けバラありがとう。何もなくてもニヤニヤしてる本当？じゃあ逆にその姿を見たいですね。ニヤニヤしてくださっている。ライブと握手がセットなのいいね。ね、でライブ見てさ気になってくださってさ、行ってみようかなみたいな方も絶対ね中にはいらっしゃる。みーさん氷漬けバラありがとう。私も早く会いたい。ねえ会いたいよ、近くで会いたい、ね、いつもステージでお見送りとかだからいっぱい直接また話したい。この前話せたけど、グループショットのいみー、そうのいみーさんのポーズしてました。嬉しい。なんかちゃんの欲しいなありさちゃん氷漬けバラありがとう。在宅の昼休みだから来れました。おありがとう。お仕事午前中お疲れ様です。皆様それはこの後お仕事で、でお仕事は今日はちょっと早めに終わるんですけど、お仕事が終わった後まあちょっと自分の体をちょっと体にご褒美でエステに行って、なんかほぐしみたいな全身ほぐし的なやつをやってもらう。本当にもう体がバキバキで、もう首とか
腰とかふくらはぎがもうパンパンなので、ちょっと自分の体にご褒美をあげる。その後ずっと前からね、ちょっと楽しみにしてて約束してたことがあるので、ちょっと夜配信が、そんななんか24時過ぎて帰ってくるとかじゃないんですけど、ちょっと何夜配信できないかなって思います。氷漬けバラありがとう、アリサちゃん。おにあえね、暑いですよね。私今ちょっとショールームするときは窓を開けてて、なんでかっていうと、なぜか夏になると気圧の差かで、なんだっけ、換気扇っていうのかな、エアコン付近がコン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 なるんですよ。だからそうならないように今外開けてるんですけど、めちゃめちゃ暑い。プラスちょっと冷房、今何度にしてるだろう、冷房27度のパワフル、27度なので、そんなにパワフルにしてる方がいいみたいな、気温温度を下げるよりもパワフルにした方が安くなるみたいな聞いたことあるから、今パワフルにした。なんかパワフルちょっとだけしか3ぐらいしかなってなかった。こんにちは。少人数だから目で追いやすかった。嬉しい。なんか全然自分の声が聞こえなかったんですけど、昨日スラハの声聞こえてました。パフォーマンスするときめっちゃ緊張したんやけど。午後に向けてお昼寝入ります。おやすみなさい。昨日は来てくれてありがとう。嬉しかった。昨日も目が素敵だった。瞳が、お、嬉しい。昨日買った分スペイベ王将賞、ソラハですか、ソラハにですか。2階から応援してた、ありがとう。暑い中本当にありがとう。日陰でも暑かったもん。後列の方は日陰だった時間帯多かったからまだ良かった。あ、本当に。でも日陰でも暑いからみんなね、多分きっと日に焼けたりとかね、ちょっと暑すぎて、なんだっけ、体が疲れてると思うので、いっぱい休んでください。お仕事があるからね、休れないと思うけど。8月1日の離れないく、お、嬉しい。会えるの楽しみにしてる。ちょいとして7周年ツアーぶりにお会いできるね。ステージ見てもらえる。天然うなぎさん、氷漬けバラありがとう。通りがかりの家族連れも、嬉しい。観覧してくださってた、嬉しい嬉しい。暑いけどこの暑さがいいんだよねって感じだった。でもさ、本当にこういう外の野外ライブっていうんかな、やっぱ夏、なんかもちろん冬とかも、冬ってあんまないけど野外、なんか夏暑いしもう焼けるしもう倒れるってなるけど、でもその暑い中でもう最高に盛り上がるのがいいよね。最高。島旅クルーズ迷ったけど申し込みました。シノのソラハを選択して申し込んでくださったかな。島旅クルーズ嬉しすぎて、イオンイベント終わった後にイオンモール駐車場で迷子になった迷子になった無事でも帰れたってことかな。よかったよかった。吉田さん、氷漬けバラありがとう。午後から頑張りましたって、頑張ってください。午後からもこんにちは。ララバイさん、氷漬けバラありがとう。確かに暑すぎて洗濯物が2時間で乾く確かにね、太陽がもうね、照り照りだからさ、もう外に干したら、なんだっけ、日陰じゃなかったらね、すぐ乾くよね。かわいい。まだ前髪ができてなくて、あれなんだっけ、嬉しい。こんにちは。山形からの交通手段取れず申し込みできない。会いたかった。
ったです。クルージング、多分シナのソラハ全然ファンの方いないから、みんなちょっとでも誰5人のうち誰のとこで申し込もうかなって思ってくださってる方、ぜひです。今日までだったっけ、29日までだった気がする、あのね、確かクルージング島旅。目かゆい。あ、今日の23時59分までだ。 ST48 のファンクラブの先行受付でも、この先行で多分なんだっけ、あの80人いったら多分もう一般販売的なやつは多分ないと思うので、ぜひ今のうちに。ソラハの声しっかり聞こえた、あ本当に。ペダルの最後ぐるぐるもお疲れ様、ありがとう、見てくれてた、ちゃんとソラハのことをちゃんとソラハのことを見てくれてた。一番ミニライブ近くで見れて嬉しすぎたね。嬉しかった、整理番号が最高に前すぎた。日頃たくさんソラハへ愛届けてくれてるから、ドストレートに嬉しい。聞こえた、よかった。連番した方々に今まで見たことがないくらい嬉しそうな表情だったって言われてそんなに、じゃあもうめちゃくちゃ言葉だけじゃない、言葉でもね、なんか嬉しいとか楽しいとか届けてくださってたけど、もう心から楽しすぎて、もう表情にもうめちゃめちゃ出ちゃってたってことか。それは本当に楽しいってことだ、嬉しい。こんにちは。8月福岡でソラハワンの方とご飯に行く予定なので、いいね、ソラハのファンの方同士仲良くなってるの嬉しい。それこそ昨日とかもなんかまとめ出しの時に、そのソラハの例の方々同士でお話ししてくださってたりとか、あのご飯行ったよとか、なんか何々さんとご飯行ったよとか、何々さんと仲良くなったよとか、お話ししたよとかっていうの聞くのマジで嬉しい。ソラハファンの団結力がどんどん増えてきて嬉しい。そんな、こんにちは。5人で撮影楽しかったです、だって嬉しい。どの方、ザルトンビさん、どの方だったんだろう、嬉しい。ショールーム最近っていうかもうね、よく来てくださってコメントしてくださるから、お顔とお名前一致させたい。昨日は楽しかったです、ありがとう。また握手できて嬉しかったし、昨日はいつもいっぱいそれが喋りすぎてるけど、いっぱい喋ってくれて嬉しかったこんにちは。カイトさん、氷漬けバラありがとう。ねえ、今週はそれこそね、8月3日ティフがあるからね。嘘です、4日です、4日です、日曜日。楽しみ。昨日はありがとう、みんなありがとう。本当に仕事多すぎて昼休み、あ、もう取れないけど、ちょっと休みに来た。待ってよ、ありがとう。昨日いっぱい話せて嬉しかったよ。こんにちは。STU さんにこんな美人さんいると知りませんでした。本当ですか、美人さんですか、嬉しい、ありがとうございます。ヘルムビーゲさん、バラ。 FIQ さん、だるまありがとう。心の底から楽しかったって、もうそんなにもう嬉しい言葉はないです。こんにちは。鈴木さん、なるもありがとう。そう、ティフもあるし、
あさっては花は誰のもの公演で、前葉さんのね卒業公演になるんですけどありまして、で8月1日はあのゲバントホールにて花誰公演があるということで、とても楽しみ。昨日はありがとうございました、ありがとうございました。本当にね、空葉推しの方以外の方ともお話できて、もうめちゃくちゃ楽しかったです。そう、8月9日、そう8月9日からね、すごいスケジュールが埋まってるのも本当に嬉しいことです。とてもね、ありがとう、こんにちは。よし、じゃあ今日はこれを飲みます。キャラメルオレベースを入れます。このさっきね氷入れて牛乳低脂肪牛乳を冷やしてるので、冷やしてたので入れます。これはこれ牛乳にあのこれを入れると、ま、キャラメルの味のキャラメルオレができるよみたいな。本日1食目、昨日ねあの夜ご飯がもう食べたのが日付回ってたんですよだからもう今めっちゃお腹空いてて、あ、お腹いっぱいで、昨日東京駅のなんか新幹線の最終、東京から、広島までの最終が20時に発車なのね、新幹線なんですけど、駅に着いたのが19時52分とかで、そっからもうマネージャーさんが急いで発見してくださって、もうダッシュで走って入って乗ったので何も買えなかったんですよ。でもなんか自分で持って行ってたそのクッキーとかあのじゃがりこがあったから、なんとかねちょっと小腹が空いた時にこう食べてしのいでたんですけど、もう夜ご飯っていう夜ご飯は食べてなかったので、広島に帰ってきてから、まあ、ちょっと食べたんですよね。タコとサバ、もう魚類って感じなんですけど、タコとサバを食べて、だからなんか今胃もたれしてて、食べた後に食べてすぐ寝ちゃったみたいな感じだったから、だからあのあんま今お腹空いてなくて、だからちょっとでもなんか口には入れないとなと、キャラメル俺。そう、めっちゃギリギリだったんですよ、超ギリギリ。もうみんなやばいもうこれは帰れないんじゃないとか言ってたけど無事昨日のうちに帰ってくれてよかったです。焦りました、もう私たちもうちょっとでも混んでたら、そのやっぱ日曜日ってことですごいやっぱ車とかが多くて、これはちょっとでも混んでたらもう乗れないってなってたんですけど、無事乗れて帰ってきました昨日のうちに。よかったです。だからお腹空いてないんです、全然。昨日のそれこそほんと12時半とかに食べたから、夜ご飯はマジで今お腹空いてなくて、買いやなんか、うん、キャラメルオレを飲みます。うん、苦い苦いでもうまい、いいですねオレ。お仕事頑張れます。でもその後に楽しみなことがいっぱい待ってると思うと頑張れちゃいます。こんにちは。昨日の晩ご飯うなぎ、いいな。お魚っていうのでは一緒だねお魚部類で言うと一緒。
お仕事、え、頑張ってください。え、ここ最近暑くて食欲なくて一日一食生活、それはダメだ。なんか分かんない、ミダインゼリー私苦手だけど、そういうのでね、なんか食べれたらいっぱい摂取してください。こんにちは、フォローありがとう、初訪問もありがとうございます。広島で行ったカフェ後でツイートする。嬉しい、ぜひぜひ見せてください。そらはの聖地巡礼してくれたところ、やすさんハートありがとう。今日は何時に終わるかな、13、あ、夜がちょっと難しい、なんか時間は難しくはないんですけどって感じで、ちょっと夜発信ができないと思うので、どうしよう、10分ぐらいまでしようかな、10分ぐらいまでします。こんばんは、こんにちは、おだやんさんありがとう。氷漬けバラ、今日はワンピース。てか今日朝から洗濯に今買い回しました。そう、昨日の夜ちょっと洗濯を回す勇気はなかったので、あの今日の朝普通にあのなんかお風呂で使ったタオルとかお洋服とかなんかそういうのを洗濯したんですよ。でその後にあのお布団のもう毛布、なんか薄い毛布みたいなの使ってるんですけど、薄い毛布じゃなくてもうタオルケットでいいかなと思って、だから毛布とあとベッドのシーツ洗って、もう朝から2回も洗濯物回して、偉いです、優秀です。もう家のもう掃除機で掃除も終わったし、なんか超いい感じです今。いい感じ、いい朝活じゃないけど、そうできてる。あ、シーツ洗って干してる。お揃いだどこがどこのお揃いって感じだけど、お揃いですね。シーツ干したい。私はね、あの除湿機があるから、あの何だっけ、洗濯物とかがあるところで干してるけど。おだやんさんだるまありがとう。みんな私のインスタグラムとか X とかまだフォローしていなかったらぜひフォローしてね。あのインスタの投稿はね10日に1回ぐらいなんですけど、ストーリーは毎日毎日あの投稿してるので、ストーリー昨日も投稿したので見てね。あとコメントとかも待ってます。もちろん X もだけど、こんにちは。お、今日はエステがあるので楽しみ。体がバキバキ。昨日メイクさんにここあのその首ここと肩ら辺をこうマッサージしてもらったんですけど、めっちゃ硬いねって言われて、頑張ってて偉いねと褒めていただけたので、ちょっとご褒美に自分の、お高いんだけどね、なんかマッサージってお高いんですよ、ニャーって感じで。もう私はドラさんコンサート、ひなさんの卒業コンサート、7周年ツアーのあのリハーサルとかレッスンが重なってる時、もう週に1回ぐらいの頻度で行ってて、すんごい出費したんですけど、その時よりかは全然マシだけど、もうすでに10段階行ってると。4月ぐらいに初めてマッサージ行って、まだ3ヶ月ぐらいなのにもう10回ぐらいで行ってるってやばいよ。もう本当にもう自分の体に優しくご褒美与えすぎてるんですけど、まあまあ体もね
マッサージ自分でさ、こうなんだっけ、ボディクリームとかやってマッサージとかこうやってするけど、やっぱ力が全然違うから、たくさんボキボキさせてもしてもらおう。うまい、うまい、頑張ってね、みんなお仕事、午後からのお仕事も頑張ってください。リアちゃん、ナギちゃん、天然うなぎさん、氷漬けバラありがとう。ねえ、本当に暑すぎてもう37度とかも全然普通みたいななってきてるので、みんな最近とかさ、この首に巻いてなんかひんやりするやつとかあるし、もちろん水とかお茶とか取るのも塩分チャージとかもあるし、みんないっぱいいっぱいいっぱい水分も塩分も糖分も補給してください。初訪問ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生のシナノソラハです。普段は夜配信をすることが多いんですけど、ちょっと今日夜配信が難しそうだったので、ちょっとお昼に、ちょっともうみんなが、ね、お昼休憩終わってお昼ご飯始まる、あ、お昼からのご飯、ご飯じゃないお仕事始まるって感じだと思うんですけど、みんな無音だったりでもね、見てくださったり聞いてくださったり、ね、コメントしてないけどって方もありがとう。ね、本当に楽しかった。昨日がもう皆さんとお会いできて、パフォーマンスもできて、お話握手とかもできて、写真も撮れて、もうその余韻で今生きてます。もう楽しかった。まとめ出しもそらあんまりいないんじゃないかなって思ってたんですけど、そうたくさんの方がね来てくださって、まとめていっぱいお話できて嬉しかったです。ありがとう。それこそあのスペイベのね、申し込みするって方もめっちゃいたので、バーベキューとかポスター、みんなぜひいっぱいいっぱいいっぱいある方はシリアルコードすごい入れるのが大変だと思うんですけど、いっぱい入れてください。ねえ、リリーベね、え、それな、もうなんかリリースイベント、発売記念イベント、いっぱいいろんなとこでやりたい。発売自体もめちゃくちゃね、どん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 前になっちゃうけど、6人バージョンの愛の重さ散歩締めでした。神戸の時はね、あの神戸じゃない、大阪の時は前の方の2番目のポジションだったんですけど、何だっけ、TGC の時は8人だったけど6人バージョンの立ち位置に2人追加されたって感じだったから、私はその6番目のポジションやって、で昨日は4番目のポジションだったので、3ポジ制覇、もうどこでもできそう。昨日は日差しの眩しさも日陰の切なさも知るリーフって歌いました。一番めっちゃ楽しかった。パセと一緒だった、歌割りがいっぱい歌えて、いっぱいなんかパフォーマンスできる機会が今年は多くて嬉しい。どん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 、そのやっぱりいっぱいね、たくさんなんだろう、会いに来てくださる方とかもいらっしゃると思うので、成長した姿を見せれるようにっていうか、まあ、パフォーマンスでこういいところを見せれるようにじゃないけど、ずっと停滞し続けてたら良くないので、頑張ります。パフォーマンス上げれるように、歌もダンスも
陽介さん氷漬けバラありがとう。ゆうちゃん氷漬けバラとタコありがとう。昨日はねセットリストが違って、こう自分がオリジナルメンバーとして入ってる一瞬のスリルと一杯の水ができてすごい嬉しかったです。なんかサングラスデイズとかその花は誰のものとか複数人のねその16人以上とか16人バージョンの楽曲をこう6人バージョンにしていただいてるんですけど、一緒のスリルは7人も6人バージョンもあるんですけど、そのもともと6人のその一杯の水と一瞬のスリル両方とも自分がオリジナルメンバーでそう披露できて嬉しかった。実はこう見えて折り面っていう。こんにちは。それではもうそろそろこの後お仕事があるので配信を終了したいと思います。ゲリラだったんですけど見に来てくださってね、コメントもしてくださったりね、ありがとうございました。見てくださってありがとう。この後豪華のお仕事も頑張ってください。それでは壇上を読みます。13位ひろし BKK さん、12位もびさん、11位オリクさん、10位ゆうちゃん、9位としきさん、8位りえちゃん、7位みーさん、6位アスパラさん、5位オダヤンさん、4位ララバイさん、3位ヘルムビーゲさん、2位釣りキッチさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。皆さんもねすごい暑くてねもう底辺だって感じなんですけど、しっかり水分補給とかして午後からも頑張ってください。しんちゃん氷漬けバラありがとう。まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローしてください。 X だったりインスタグラムもよろしくお願いします。ではまた今日は夜できないと思うんですけど、また明日お会いしましょう。ではバイチャラポー、またね。ありがとうございました。お仕事頑張ってください。